皆さんこんにちは、 B レジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。はい、毎回恒例のレビューの時間がやってまいりました。はい、いや今日はね、はい、私ちょっとウキウキなんですよね。お、どうしてですか？いやこれはだって大好きな食べ物なんですよ。堀ちゃんすごくあのクレープが大好きで、そう、はい、なんかね、入社1年目の時に一緒に食べに行った気がするんですけど もうクレープ屋さんを目ざとく見つけてきて、そうですね、ね、吸い寄せられましたね。あれは見つけたら絶対食べるレベルなんですよ。本当に美味しい、うん、あ、だからちょっと今日すごいプレッシャーがあったんですよ。だから大好物を作るってね、ずっと言ってたんでね、はい、しかもね、なんかこう堀ちゃんのリクエスト的になんかこう具材はみかんじゃなくていちごで作ってほしいってなったんですけど、まずそれを叶えられなかったところでちょっと今日ね、冷や汗ものだったなと思ったんですけども、作ってみました。いや楽しみ、はい、ではです、早速、はい、食べてもらいましょう。どうぞ。ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、せーの、いただきます。ありがとうございます。ちょっとちっちゃいので食べにくいかもしれないです。いや嬉しい。うん、うん、どんな感じですか？うまい。あ、よかったよかったです。おいしいです。クレープ好きの私も大満足。あ、ほんまですか、よかったです、うん、今回生地に、ミルキーのプロテインを半分入れて、うん、中のヨーグルトのソースにミルキーのプロテインを入れました。へえ。減量中にいつも私がやってるあれですね、無脂肪のなんか味付けのないヨーグルトに、うんうん、これをお砂糖代わりに使うっていう、ね、おいしいくら、うん、なんか今日ちょっとまあ、チョコレートソースでもよかったんですけども、せっかくだから中身も、ね、プロテイン使いたいなということで、とちょっとさっぱりめのフルーツクレープにしてみたんですけども、生地もちもちで好きなクレープのタイプのやつです。あ、嬉しい。結構ね、このクレープの皮って薄い生地が特徴的だと思うんですけども、やっぱりどうしてもプロテインが入るので、結構食べ応えがあるようになってしまいます、はい、なのでね、作る時なんですけども、ちょっと生地薄めに広げるのが苦手な方だったら片栗粉を入れてもらってもいいと思います、うん、その方がすごい 作りやすいので、うん、はい、おすすめです。はい、はい、よかったです、うんうん、口いっぱいに入ってる。はい。で、今日ね、堀ちゃんのね、一番好きな食べ物がクレープだって聞いたんですけども、うん、ね、じゃあ好きな食べ物ベスト3とかって今パッて思いつきますか？あ、もういつでも準備してるんで、そんで惹かれると思ってさすが。じゃあちょっと3位の方から発表してもらっていいですか？社員は柏餅。はい、お、柏餅。なんでですか？こしあんが好きなのと、うん、柏の葉の塩漬けの香りが好き。渋い。なんかもう結構年一でしか食べないなっていうふうに思うんですけども、きっかけとかってあったんですか？いや、わかんないですね。そのきっかけわかんないんですけど、でも子供の日の近辺はスーパーにたくさん並ぶじゃないですか。はい。見つけるたんび買って一人で味わって食べてる感じ。もう出会った時がもう、あ、今目が合いましたねみたいな感じで買うんですよね。もなんかこの前トレーニング前の染田さんの、はい、カーボトレーニング前のに和菓子食べるんですけど、染田さんが、はいはい、柏餅食べてるの目撃したんで横から奪ってもうね、私たちのね、席って染田さんを挟んでなんか両サイドなんですよ。そう、なのでたまにね、トレーニング前のなんか炭水化物源をなんか分けてくださるんですよ、染田さんが。すごい優しい。いつもはもらえないんですけど、柏餅だったらちょっと逃せなかったんでもらいました。ね、なんか私もなんかこの間トレーニング前のアンパンなんかもらったことあるんですけど、うん、全然嫌な顔一つしないんですよ。優しいですね、はい、そして私たちが太っていきますで、2位が、はい、自分から言う振るの忘れました。2位がクロワッサンですね。
その心は。いやもうパンが好きなんですけどね。あのなんだろう、あのサクサクのクロワッサンがすごい好きなんですよ。あのそう、美味しいパン屋さんはクロワッサンが美味しいなって思って。そう。なんかもう、まあ、コンビニとかのやつ も, でもすごい美味しいんですけども、うん、なんかちゃんとなんかした、まあ、ベーカリーっていうんですか、まあ、パン屋さんで買った焼きたてのクロワッサンめちゃくちゃ美味しいですよ、ね、そうなんです。バターがクロワッサンもパン屋さん行ったら絶対買うかなって感じですね。あで1位がクレープです。もう見事に全部あのお菓子と炭水化物確かに全部甘いものっていうかお腹空いてきます。良くないですね。でもね、まあ、好きなものを食べるのが一番いいと思うので、ちゃんとねこうそういうもの食べて運動するのが一番ね健康的なのかなというふうに思いますね。板垣さんは？はい、ちょっと私も3位から、はい、用意しました。で第3位なんですけども大福が一番好きです、ね、ああ同じですね。和菓子が3位っていうのはもう、私いつもジム通ってるんですけども、その、今行ってるジムが学生時代から行ってるジムで、うん、あの学生の時にジムの前の、和菓子屋さんでアルバイトしてました。すごい素敵な環境。もうね、あの包みたての大福とかをなんかまくないでくれるんですよ。めちゃくちゃいいんですよ。そうなんですよ。なんかでおっちゃんにもなんか大福あげるわって言われて、それをねもうバクバク毎日のように食べたらやっぱりもう太るじゃないですか、うん、私太ったらすごい最初に顔につくんですよ。あなんであの、まあ、お客さんに大福が大福売ってるってすごいからかわれたことがあってその時あやめなきゃと思いましたね。まあいいアルバイト先だったなって思ってます。2位は、はい、2位なんですけども、ちくわの磯辺揚げが大好きです。渋いですよねそういやこれね、あの小学校の給食で出るんですよ。なんかもう小おかずとして。へえ、はい、関東の小学校とか出なかったですか？いや出てたのかもしれないけど、そんなこう記憶に残るメニューじゃないなっていう。なんかもう絶対ボブキャラ。そうですよね。もう私あれが主役級にすごい好きで、まあ、家でもよく作りますね。あの片栗粉とちくわと海苔でできちゃうので、美味しいですね。おつまみにもすごい合うので大好きですね、はい、で1位は、はい、もうこれはもうとんかつですね。あ、はい、肉料理きたか。もうなんかね、もうとんかつすごい話せば長くなるかもしれないですけど、もうどれぐらい好きかというとあの減量明けで、まあ、一番最初に食べたいご飯なんですよ。で去年あの大会に出てた時に、あの関西の選手って減量めちゃくちゃ早いんですよ、うん、5月の大会に出ようと思ったら1月から減量スタートして、でオールジャパンがあるの9月なんですよ。なので1月から9月まで減量してるので、とんかつも一切やめてるんですね、うん、なのでもう9月の8日のなんか9月の8日も日程まで覚えてるんですけど、京都オープンが終わってから速攻食べに来ました。いやー確かに揚げ物食べたくなりますよね。そうなんですよ、もうなんか、うん、もう食べ過ぎて口の中切れて口内炎だらけで買えたんですけどとんかつは確かに、ね、でもそのリスクがチャラになるぐらい大好きですね。うん、はい、もう熱くなってしまいました。あれですね、好きな食べ物でも個性出ますね。確かに出ますね。なんかおかず系かお菓子系かって面白かったです。ちょっとこれね、なんか大林さん今あの大会のもうシーズン中だからのすごいあのこういう話神経質になるかもしれないですけど、大会が終わった大林さんとかにちょっとインタビューしてみたいなっていう。ああ確かに、今何食べたいですか、はい、今聞いたらちょっと怒られそうなそうですね、はい、いや面白かったですね、はい、ぜひぜひ、はい、忘れてました、これのスペック紹介しないといけないんですかね。めっちゃ忘れてた。はい、これのスペックの紹介です。まずあの皮、この生地2枚分ですねの、スペックが、エネルギーが250キロカロリーと、タンパク質が 19.9g で、脂質が 10.3g と、炭水化物が 17g です。はい、でこれに、まあ、ヨーグルトのソースと、みかん、あのフルーツとかを入れてもらってた、分の1つクレープ1つ分の、スペックが283キロカロリーのタンパク質が 34.1g、うん、脂質が 7.2g と炭水化物が 28.2g ぐらいになります。これは、生地の大きさだったりとか乗せる具材によって変わってきますので、おおよその数として、目安にしていただければなというふうに思います、うん、
隣で完食していただいたんですけども、うん、今日もありがとうございます。巻くのがちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ、片栗粉とか入れてもらってもう簡単に作る、まあ、アレンジしていただければ楽しく作れるレシピになってますので、うん、ぜひ皆さん作ってみてください。それでは、この動画が参考になった方はグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。